いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデス・ベンツ GLA180 レザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに線傷とボンネットに飛び石があり、左フロントフェンダーに飛び石と、各ドアのエッジの部分に傷がございます。右フロントのドアパネル部分に数箇所線傷と、右リアのドアパネル部分に同じく数箇所線傷があり、左フロントのドアパネル部分にへこみと小さな傷がそれぞれございます。左リアのドアパネル部分に数箇所傷があり、リアフェンダーにへこみと、リアバンパー複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約1万4000キロと低走行なお車です。外装色はコスモスブラック、インテリアはブラウンレザーの組み合わせとなっております。高い実用性と広い室内空間が魅力のGLA180 でございます。こちらのお車には人気パッケージオプションのレザーエクスクルーシブパッケージが装備されておりますので、インテリアの快適性と高級感が格段に向上しております。ヘッドライトにはキセロンのヘッドライトが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 1.6 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され、最高出力は122馬力を発揮します。アルミホイールは純正の18インチアルミホイールが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトはLED が採用されており、マフラーは2本出しのマフラーが装備されておりますので、リアも力強いデザインとなっております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 GLA でございますので、トランク全体十分な容量確保しており、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラウンのレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは7速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましてはダイナミックセレクトが装備されておりますので、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。
GLA クラスでございますので、ヘッドクリアランス、レッグスペースともに広く加工されており、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2016年モデル、メルセデス・ベンツ GLA180 レザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約1万4000キロと低走行なお車です。シーンを選ばずお使いいただける GLA180 でございます。こちらのお車には人気パッケージオプションのレザーエクスクルーシブパッケージが装備されております。またレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、男性女性問わずどなたでもお使いいただける一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。